マッハの恐怖は、柳田国夫による航空事故の原因を究明したノンフィクション作品である。第3回、大谷宗一ノンフィクション賞を受賞した。英国海外航空のボーイング707当時、NHK 社会部の遊軍記者であった柳田は1966年に連続して発生した航空機事故である全日空羽田沖墜落事故。 カナダ太平洋航空機墜落事故、英国海外航空機空中分解事故を取材し、後にこれらの事故を追ったノンフィクションとして1971年に富士出版社より出版された。現在と違い航空事故を理論的かつ科学的に分析する書籍も少なかった当時、テレビニュースや新聞、雑誌など多くのマスコミのように、 航空機事故を単なる一過性の事故として認識しただけで、感情的に語るのではなく、その事故原因と原因究明に対する事故、調査委員会や航空会社、航空機製造会社や当局の姿勢を高度経済成長を続ける日本の現代社会が持つ歪みを合わせて描いたという評価を受けて、当時大ベストセラーとなり、1972年度の 大谷総一ノンフィクション賞を受賞した。その後、古巣の NHK でラジオドラマ化されている。マッハの恐怖が出版される。前年の1971年に発生した、東亜国内航空のバンダイ号墜落事故と、全日空松山沖墜落事故、及び1972年の日本航空の連続事故、日本航空羽田空港暴走事故、 日本航空ニューデリー墜落事故、日本航空近ン空港暴走事故、日本航空ボンベイ空港5人着陸事故、日本航空シェレメーチエボ墜落事故などを扱った続編。他にもデハビランド DH-106 コメット機の連続空中分解事故や、アメリカにおけるイースタン航空のロッキード L-1011 トライスター機の墜落事故など、 様々な原因によって発生した航空事故を取り上げたことで、より広範囲な視点で航空機事故とそれに至った原因を掘り下げている。ありがとうございます。